はい、こんにちは。まやちゃんねるまやはるです。はい、今日はこちらですね。はい。神業ワンダのオリガワール、ターボミン、辞書ミン、鍵ミンです。はい、こちら神業ワンダのフィギュアですね。はい。このような感じで、バグミンがオリガワってちょっとカード化してプロミンになる。辞書ミンも同じようにバグミンからカード化プロミン。鍵ミンもカード化してプロミンになりますね。はい。じゃあ早速開けていきましょう。はい。うわはい、こちらがターボミンですね。はい。はい、かわいい感じですけれども、これをですね、どうやってバグミン化するかというと、逆なんだけどね、本当は。はい。まず、手を後ろにしまって、はい、ほっぺた下ろして、わお。はい。で、ちょっとタイヤを上げて、はい、このお腹の部分を前に出す。はい。はい。で、タイヤ下げる。おう。はい。これで、ちょっとここエグいんだけど、ブチュッと広げる。おう。はい。これだね。うん。これでまずカード化です。それでこれにセットいけるってやつ。そうだね。これでこう入れて。スライドで。そう、入れて、カード化できる、ね。はい。で、これをバグミンにするには、反対側に折り曲げて。わお。そして、このタイヤの部分ちょっと持ち上げて、はい。で、お腹にしまうでしょ。はい。で、タイヤはくるっとひっくり返して、で、ほっぺた部分を上に上げる。はい。で、手を出して、これでバグミンだ。ほんとだ。本当にバグミンになった。こんな感じだね。うん。割と簡単にできますね。はい。はい、はい、次はこちらのカギミンですね。はい。カギミンはすごい簡単。はい。まずは手をこう、一つにするでしょ。はい。で、上に上げて、このカギが閉まって、上に上げるでしょ。はい、こうやって。こうやってバンザイみたいな感じにして、はい、足を横にする、はい、で、あとは広げる。わお、開いた。これだね、はい、これでこのカードケースにしまえる。はい、はい、こんな感じね。はい、で、バグミンにするには反対側にしてしまって、はい、で、足を出して、はい、手を広げるだけ。はあ、さっきと同じだ、ここは。これ簡単だよね。はい、これ簡単にバグミンできちゃいますね。はい、ああ、で、そっか、鍵開けないといけなかったね。はい。はい、これでバグミンです。はい。はい、次こちら、辞書ミンですね。はい。辞書ミンもすごい可愛いね。うん。このシリーズの中で一番いいかもしれない。うん。で、辞書ミンは一度角を折りたたむでしょ。うん。で、頭の部分をちょっと開きます。うわ、ああ、本になってる。あ、そうだね。そんな感じ。うん。で、足の部分も開きます。はい。こんな感じね。おぉ、結構開いたね。これね、結構硬いんだよ、それで。うん。で、開いていくと。結構開いたね。はい、こんな感じ。はい。これでカードになると。はい。しまえるね。はい。今度はバグミンするには、これを反対側に畳むんだけど、はい。これが結構大変。硬いんだよね。で、角もね、反対から押し出しておいた方がいいかな。はい。あー、角がバグミンの色変わった。そうそうそう。さっきはちょっとオレンジと紫なのが、黒と水色に変わったバグミンの色。これはね、段階的にね、足を折らなきゃいけないからね、結構大変。あ、これだね。はい、これでバグミン状態になりました。はい、これもバグミン状態でもすごい可愛い感じで、うん、いいよね、うん、じゃあね、ちょっとこのターボミンを使って神業ワンダっぽくやってみようよね。はい、はい、セット。召喚。はい、こんな感じだね。はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、ということで今回は神業ワンダのオリガワルでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、なかなか面白いね、うん、このシリーズ今後も出てほしいですね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変大変嬉しいですね。です。
ね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。